皆さんこんばんは、ゆうこんちのたいちゃんと、はい、ということで本日の動画はエレベーションだから伝える気ないやろ、最近は足がしびれちゃうはい、ということでね、はい、最近ね、思ってるわけですよ、ユニバー昼めっちゃ混んでるけど朝一と夕方以降、めちゃめちゃ空いてるということで、昼も混んでるとは言われへん、はい、混んでるとは言われ、うん、はい、本日今ね撮ってるの8月の2日水曜日でございます。なんでねこういう日に来たかっていうと、最近ね日曜日と平日あんま混み具合変わらん、なんや言うたら平日の方がちょっと混んでるぐらいの感じなんですよね。はい、なので今日はね19時以降どれぐらいねアトラクション乗れるのかっていうね、まあシンプルな検証でございます。なんかねコメントにこの前閉園時間1時間前に行ったけどアトラクション4つ乗れましたよってコメントがあったんですよね。はい、それをちょっと参考にさせていただいて、それはちょっとおもろそうやなということでね、うん、はい、来させていただきました。はい、目的はね熱中症対策でございます。まあ年パス持ってる人はねもしかしたら今日の結果を踏まえてもう夜だけでよくねみたいになっちゃうかもしれへんから、はい、まあ、遠方の方もね、もしかしたら今日のね結果を踏まえて動くとちょっとお昼に水バトとかノーリミットパレードとかショーとか楽しんで、ユニモンとかね中やから涼しいから、そういうところでショー楽しんで夜アトラクション攻めるっていう、ね、選択肢もできるかと思いますので、はい、参考になれば幸いでございます。はい、18時59分ちょうどやん。スタートしましょう。はい、はい、まず何からいく、ちょっと見て待ち時間ちょっと見ようか、うん、もうね今日は数で勝負するから、そうね数攻めていきたいんで、ジョーズいきましょうか。なジョーズ10ラッパが35分40分なんで、この順番でいけたらいきましょう。はい、はい、じゃあまずお上手からいこうかな。お上手からいきましょう、うん、レッツゴースタート。ゆうこんち今日予想全くつけへんやんか。そうやね、何も乗れたらいい。6 6は、まあそっか30分に1個ペースやな。いやいけるかいけるいける移動込みでる。あ、そっか。あ、まあ頑張ってみたいと思います。はい、とりあえずね、なんかみんなも帰ってんのよ。いや、終わった。もうみんな帰ってるんで、なんか行けそうな気する。やっぱり夕方になるとめっちゃ歩きやすいね。ね、てか涼しくてもう全く乗って苦しくて。なあ、うん、最近の動画で結構言ってるけど、夕方推し。そうやね、夕方推しや。最初ね言うのを忘れてたんですが、まあ、皆さんでも見ていただいてるかと思うんですが、エクスプレスパスの動画ねこちらと合わせて見ていただいたらなんか回り方とか分かるかもしれないという感じで、今日は撮らせていただいてます。現在27分です。6分イン27分到着なんで、まあ20分ぐらい待ちました。行きまーす。はい、ということで19時35分に出てきました。サメめちゃくちゃ機嫌良かったね。良かったね。はい、ということで次ねちょっと近くなんで、まあ、近くではないんやけど20分待ちなんでジュラパに行きましょうか。ね、夜のジュラパいいからね。ちょっと寒いけど、寒い濡れたらまあいいでしょう。では2アトラクション目、2アトラクション19時39分20分待ち並んできます。入ってきます。これね柿やから結構濡れたくない今日。そうな、これは濡れてもいいかなと思ってます。
過しました。はい、19時47分になります。ということで1時間ちょうど経ちましたね、2つ目乗り終わりました。はい、ちょっと待ってな、待ち時間見ようか。それ来た、すぐ見るか、ちょっと待って、後ろ落としてかっこ、どうしよう、フラダイ行こう、フラダイ行きましょう、うん、夜のね、ジュラシックパーク最高でした。9月になるまでもうちょっと気になってるやん、もうトイレ行きたすぎて。はい、ということで、9月ね、9月の、大改修の時期になるまでにいっぱい乗り倒したいと思います。はい、20時8分45分待ちのフラダ行ってきます。はい、行ってきます。4号待ちです。20時20分、そんな待ってないよ、10分ちょっと、10人ぐらいかな。はい、乗ってきました。乗ってきました。はい、結構早かった。折り返しになります。あと1時間半で閉園ですが、今3つ乗れてます。せーね、うわーせーので言うか、せーの、ハリーポッター、ハリーポッターね、久しぶりの最後尾やったけど、レベチャレベチマジでもうね、ほんま沈むとこ俺もうあれ血吐くかも、もうね、もう血圧がもうすごかった、すごかった、ね、あの最初の落ちる時のスピードなんだ、まあやばかったね、あ、落ちるってか一回加速するんやね、最後尾って途中で、そういうことね、うん、あのね、グーって床をこう地下にこう沈んだ後にもう一回加速すんねん、びっくりしたわ。いらっしゃるけど、まあ、アトラクションは空いてるからいいけど、ね、これでもほんまに10時ギリぐらいになったらほんまおらんくなるんかな、うん、どうなんやろね。え、魔法めっちゃ並んでる、やば、空いてるわ。まあ平日やからあれやろね、泊まりできてる海外の人とか遠方の人とかが、まあ夜のハリーポッターエリア最高やからね、多いんやろ。ただアトラクションはめっちゃ空いてます。今日も絶好調です、綺麗です。20時47分です。 OK、 30分待ち、行ってきます。カナカナピーヤ。めっちゃぼやけてる。いいね、やっぱりあそことか見るの好き。わかる、夜あれ昼見えんのよな、中身涼しい、涼しい。はい、4分、まあノンストップですね。はい、はい、じゃあここまでです、行ってきます。はい、9時6分に出てきました。どうしましょうか次は、もう1時間来たんですね。割ともう何でも乗れるんちゃうかな。ヒッポグリフは一番近くの、ヒッポグリフ絶対長いよね。ここに来て30分待ちです。行く、行こうか、30分待ちやし。ちなみにスパイダーマンは45分、ヒッポグリフ行こう、ヒッポグリフ行って、ちょっとスパイダーマン待ち時間ちょっと少なめやったら、ラインカットされてなかったらちょっと行こうか。そう ねよっしゃ、ヒッポグリフ、9時7分行きたいと思います。はい、30分待ちです。待ちの
9時14分です。何分やったっけ？忘れた。これは10分も待ってない。待ってないね。はい、ヒッポグリフ乗ってきました。さやか、もう時代が来てます。はい、あ、これ時間ね、ごめんなさい、9時22分ですね。はい、全然待たんかったね。全然待たんかったです。はい、言っていきます。はいはい、ジュラシックパーク5分、フライングダイナソー15分、ジョーズ25分、ハリーポッター30分、アメージングスパイダーマン40分、ハリドリ40分でございますので、ハリドリに行きましょう。ハリドリ、はい、ラインカットされる可能性五分五分ぐらいであるかなと思うんやけど、とりあえず行ってみましょう。そうやね。じゃあハリドリ乗って終了みたいな、乗れたらね。うん、乗れた。わ、楽しみ。夜のハリドリマジ久々。ね。おめでとう。ハリドリ終わりましたので、スパイダーマン行きましょうか。無理やったら上手にでも帰っていきましょうか。なったよ。なるほど。理解。いや、2回乗ったらあかんっていうあれはないから。ないからね。そう、ユニバのアトラクション何回乗っても面白いから。あ、めっちゃ綺麗ですよ、皆さん。ね、現在9時半ですが、30分待ちです。あ、ちょうどか。ここでビャーッとされる可能性あるけど。オーマイガー。とりあえず、オーマイガー。オーマイガー。ちょっと、母国です。違う、母国語出てます。母国語出てます。行けました。私何分今、9時29分25分待ちでございます。行きましょう。涼しい。寒い。できます。9時54分でございます。多分頑張ったらジュラシックパーク行けるんやろうけど、5分待ちなんでね。あ、もう多分あの閉園時間に間に合わなそうなんで、終わりにしたいと思います。はい、それじゃあ結果発表に行きましょう。ということで、本日乗れたアトラクションはこちらでございます。はい、3時間でね、6アトラクションもやりました。すごい、上出来。だからね、今日ちょっと思ったのが、お昼に主要アトラクションね、今やったら、ハリドリ、マリオカート、ドラえもんになるから、これを乗っといて、もう最後の3時間で全部乗っちゃうっていうのもありなんじゃないかなって思います。まあ、昼とね、夜とではアトラクションの雰囲気がガラッと変わるものもございますので、昼夜どっちも乗るっていうのもありかなとは思うんですけどね。はい、まあ一つの楽しみ方として、今日はね提案させていただきましたが、いかがでしたか。はい、めちゃくちゃ楽しかったです。楽しかったです。はい、さっきはどうやった。よかった。よかった。なんか涼しい中ね。そうなんよね。シンプルに体力的にめちゃくちゃ楽なんでね、同じ時間待つでもやっぱり昼と夜とではもう雲泥の差がありますので、皆様夜ユニバぜひ時間にね余裕のある方は楽しんでみてください。はい、これを踏まえて 1.5 デイで買うっていうのもね全然ありかなと思います。0.5 の方でアトラクションをね最後の方に全部乗っちゃって、2日目結構いい感じに楽しむっていうね、のもありなんじゃないかなっていうのを思いました。で、本日の動画が参考になったと思ってくださった方はせーの、
1.5 を買って、0.5 日目でこの動きして、2日目はプレショー行くとか、全然あり。まあ、ユニバー楽しみ方が無限大でございますね。帰りました。綺麗な。